はい、短期決戦です。9月5日2時27分です。トレードを始めましょう。よし、すみません、戻りました。どうなってんの？なんだろうね、これね。その割にさ、アンジェスがひどいわ。その割にビッグスが上がんないってのはどういうことだろうな。コロプラひどいな。これリミックスひどいな。これ指し値しとこう。353531ピップで、353366。いいね。ベスト。で、これをストリーミングにして、これで OK。353、ここレジスタンスだから。いやー、あれどうなったんだろうね、ビットコイン。ビットコイン。
これはちょっとあれだよ、中国の ICO 規制はさ、ちょっとさ、ダメだよ。うわ、リスク577円、むちゃくちゃだね。あ、ネム28円とか言って、むちゃくちゃだね。これはさ、ちょっと大変なことになってんじゃないの。ビットコイン長者たちが、仮想通貨長者たちが悲鳴を上げてんじゃないの。これ何千万単位で損してると思うけど、仮想通貨買ってた人が。これね、これは 30% とか下がってんぞ。これはね、ちょっとね、800円が500円だからね。これはね、ちょっとね、あれじゃない？仮想通貨持ってる人は、悲惨じゃない？財布いくら？財布。いや、財布もただじゃ済まないよ、これは。2時34分。自動車。これはさ、ダメだよ。財布1.2億。お、ウームが上がる。いや、よかったね、ウームここで止まってね。ウームここで止まるのは最高だよ。こんな、あれだよ、日経平均がこんな日に、あれだよ、力強く上がってくよ、ウームが。あー、インフィニティはダメだけどな。
広告まで来ないかな。抜けそう、抜けそう、抜けたらどんどこしょ。抜けそう。欧州下だよね。打とうかな。ここまで来ないか。ああ、来なそうだな。いやー、プレミアムウォーターも下がるよね、そりゃね。39分。どうしようかな。はあ。
42分。こういうとこで手出すとね、ただ1ピップだと刈られるだけだからね。だから3ピップぐらいにしてどうすっかな。決め打ちで欧州下行くって決め打てば、今ショートでもいいんだけどな。逆差し3、4ぐらいにしてね、3、4ぐらいにしてショートするかな。これは安値更新してっちゃいそうなパターンだよね。ショートしとこうかな。覚悟を決めて。これ上行かないだろう。行かないな。逆差し3、4ぐらいにして、もうちょっと上来ないかな。45分。ちょっとな、下に。ああ、行っちゃったな、下にな。ああ、行っちゃったな。行っちゃったな。すごいな、細谷加工。すごすぎる。神様さん、ハイローカって FX 負けるいつものパターン。いや、違う。FX で5000円買ってんの。
ちょっとカードのお金を入れた、そう、カードにお金を1万円移させてもらって、マネパカードはほら先入れだから、今5000円勝ってるよ FX。 FX5000 円のハイロー2000円勝ってる。神様さん飼ってるの珍しい。なんか珍しく飼っとります。すごいな、戻ったな戻ったな。なんかあった？9月は動くからね、結構チャンスが転がってるよ。欧州下だと思うんだけどな。でもここまで下げたから戻るって方も可能性もないことはないけど、俺は当分放置。分かってる分かってる。あれでしょ、北朝鮮と有事の際にさ、大暴落したとこで買い戻すんじゃないの。ドンパチした瞬間に大暴落するからね。まあでも数日で終わると思うんだけどね。数日ってことはないか、1ヶ月かかるかね、やっぱね。多分そしたら随分下がるかもしれないね。103円、104円とか。神様さんでもまだ40ピップしかプラスじゃないよ。ああそう、40ピップは余裕があればいいんじゃない。40ピップ余裕があればいいんじゃない。これ3時下でしょ。これ109円割っちゃうでしょ、欧州時間に。まあ売るところは35銭で、売るところは35銭で、でも最悪な感じだぞこれ。ちょっと入りづらいね。
これ差し値するか、差し値、逆差し値するか、あ、逆差し値売り、27269、損切り1ピップ、利食い3ピップ売り、これでどうだ、逆差し値269で売り、売りをして逆差し値が279に入って、差し値が 108.969、 これで3時に下がったら、あ、3分しかないや。これ3時に下行ったら逆差し値が発動して売りになるの。ガーって下行った瞬間にで上行くじゃん。上行くんじゃ意味ないな。残り1分。30秒、あー下来たよ。ここ突破していくと自動的に売りが入るよ。戻られると駆られる。